アントニオ恋の木の朝から十字固め。はい、おはようございます。ご元気ですか？アントニオ恋の木でーす。おはようございます。村圭佳です。お願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、提供は、チャーシュー力ということで、チャーシュー専門店チャーシュー力でお届けしたいと思います。まずこちらをどうぞ。明日健康診断だからあんま食えないんだよな。そうなんだ。はい、サソリね。中性脂肪かな。また肉体改造するかな。聞いてる？ん？あ、うまいよ。はい、ブッチャー固め。おお、まあ、いっか。迷わず並べ、食べればわかるさ。うまさに夢中。いやー、やっぱり何回見ても美味しそうな CM ですもんね。まあ、はい、チャーシュー専門店って置きながら、何のね、チャーシュー専門店ってなるけど、やっぱり、はい、このラーメンのお店というね、はい、ことでね、すごく濃厚な味のチャーシュー力さん、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、ということです。緊急事態宣言突入、はい、4度目だって。はい、また出ましたね。はいはいはい、出ましたけどもね、まあ、一応感染防止対策は、はい、はい、引き続きですね、はい、こちらですね、はい、こちら、まあ、スタッフの方もマスクとか、あと検温、はい、アルコール消毒もしても、もちろんですけど、こうですね、今私たちがいるお部屋、トレイルフレッシュをこう使用して、はい、空気も、はい、しております。いつも通りですね、はい、まあ、ね、交通機関などにも、はい、緊急事態宣言を使って取れたら、はい、マスクシールドは取ろうかって言ってたけど、外せないね、これね。そうですね、いつまでこの状態が続くのやらって感じですけど、まあ、感染防止対策は引き続きね、はい、まあ、ワクチンとかも入ってますけども、うん、はい、はいはいはい、あら、あ、そっか、まだあったね、はい、すみません、こちらですね、ひっくり返した、はい、はい、先にこちらですね、トリゴヤズリFミントネット型ラジオですと見て聞いて参加できる放送局になっております。 azupan@azzurrinc.com ですね。懸命に番組を記入の上メールをお願いします。こちら会費1万円で1年間有効となっております。こちら番組応援の会ですね。こちらも会員募集しております。特典が生放送見学、こちら抽選です。応援する番組 MC とのイベント、生放送中テレビ電話、こちらも抽選となっております。こちらですね、ツイッターなどもしておりますので、はい、検索してみてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。東京オリンピックもう、はい、目前。そうですね、あと10日ぐらいですかね。なんかさ、テンション上がんないんだよね、なんかね。だから注目競技とか注目選手とかもう、そうですね。あれのやる、なんで、なんか、すごいがっつりこう番組やるんだろうけども、はい、なんかこう、ね、ほんと大丈夫なのとか、なんか無観客なのとか、なんかそんな話題ばっかりで、はい。全くピンときてないんですよ、正直。はい。ちょうど2日前ぐらいですかね。はい、一応、なんか東京、埼玉、はい、神奈川ですかね、何個かここ近郊は一応無観客って決まったみたいで、ただまあその県によってはやっぱりちょっとその半分とか減らしてやる県もあるみたいなんですけど、まあ、基本的には多分テレビ観戦っていう形ですね。まあ、でもそれでいいのかな、わかんない、そういう時代なのかな、これからそうなっていくんじゃないかな、もしかしたら。まあそれも普通になっちゃうかもしれないですね、うん、だからもう本当中継を見るオリンピック、うんうん、だってまあ世界から見たらそうだしね。
そうですね、まあ、もちろん観客いてリアルタイムで見れるのも大事ですけどもね、はい、はあはあ、まあまあちょっとそういうところも注目ですけど、まあいかんせんも感染者出ないでほしい本当に。そうですね、はいはい、っていうところです。政府の力の見せ所なんじゃないかなと思います。で、ワクチンですけども、はい、打ったとかどうなの20代は。じゃあ案内は来てるんですけど、はいはい、ちょまあ打とうか迷ってるところと、まあ打った後にいろいろこう副作用って言われて、ね、不感で来るって ね、なんか、はい、あと若い人が来るんだってみたいですね、はあはあ、でこういうの気もまだなんですよ。いやもう今う予約が取れないから、電話出ないし受け付けてないんですよ、予約が今ちょっとあの受け付けてないんですっていうところばっかで、はい、もうまあいっぱいやればたどり着くかもしれないけど、なんかそこまでの気力と時間がないっていうかね、なんかね、なんですけども、はい、でちなみにこういうのって一回コロナ感染しているじゃないですか、はい、で実際にじゃあこの今ちょうど半年過ぎた頃かな、うん、なので経過した頃なので抗体って持ってるのかどうかっていうのを知りたくて行ってきたんですよね。でその抗体検査を受けに行ったことを書いたんですけど、はい、ブログに書いたらこんなニュースが紹介されてまして、はい、アベマタイムズというネットニュースなんですけども、はい、アントニオ猪木新型コロナ感染から約半年が経過し抗体検査へというブログで書いニュースになってたんですけども、まあ、いわゆるこれはもうこんなニュースになると思ってなかったから、こんなね写真を添付したこの点滴、はい、あれ献血か献血が、ね、献血、はいはい、なんですけども、まあ、いわゆる抗体は持ってましたまだ、はい、ただ、先生の話だとワクチンを打った方がさらに1000倍以上の抗体を持つから1回はおすすめですと、最低でも1回は感染者はねということを言われました。まあ2回打った方がよりいいんだけども、これだから26とかそんなんだったかな、 2.6 か26かちょっと忘れたけど、そんぐらいの抗体を持ててそれがもう1000倍以上になるから、こうあのワクチンは打った方がいいというおすすめでしたね。だから感染者の人は、はい、このラジオを聞いていれば、まあ、その先生の話ですからあくまでも、1回は打っといた方がいいという話でしたね、うん、まあ、2回打った方がなおさらいいっていう感じですけども、まあ、感染者がねもう本当じゃあ1回打ったらもう本当2回打った人と同じ症状なくらい具合悪くなるのか、うん、もしくはなんないのかとかいうのはもう個人差なので、はい、まあ、そこはもう一概には言えないってことですけども、まあ、1回打った方がいいということは言われましたということをブログに書きましたね、はいはい、なので参考にしてもらえればと思います。はい、はい、いい、はい、はい、じゃあ音楽に行きましょうかね、はい、早速、はい、今週はですねディスコソング特集にしました。はい、はい、まあまあディスコソングって言ったって分かんないでしょうけども、そうですね、年代ではないですね、はい、で実はですね配信上でも50代の男性とかは、はい、やっぱりこのディスコソング何聞いてたって話するともうあれこれやっぱり聞いてるもんだから、もう、はい、もうノリノリで聞いてくれてたんですけども、まあこういう時は3曲今回、はいはい、リクエストします。まずはですね Earth Wind and Fire、 Shining Star です。はい、こちらライブ版でお楽しみください。どうぞ。
for you to see. What you like and you let me. Shining star for you to see. What you like and you let me. Shining star for you to see. What you like and you let me. Shining star for you to see. What you like and you let me. はい、シャイニングスターをお届けしましたけども、はい、まあ、ライブ版の方を今日は選曲しましたね、これの原曲もすごいかっこいいので、もうちょっとスローなんですけども、それもまたいいのでね、ぜひ、聴、いていただければと思います。はい、ということでトークコーナーは今度2になりますけども、はい、またピーポー来ましたね、ラジオスタジオにはありえないこのね、この音まあ、もう時間もったいないから話しましょうか、はいはい、この1ヶ月何してましたか。そうですね、この、まあ、その状況的には自分の生活がこう変わるってことは特にないんですけど、はい、まあ、そういうこと、そうですね、さっき小猪木さんとも話してましたけど、はいはい、小猪木さんに、前回のですね誕生日プレゼント、はい、はい、そのラジオ中にいただきました、はい、ヘアトリートメントですねを使用させていただいてまして、はいはい、そうですね、まあ、小猪木さんだから匂いも大丈夫とか気になさってたんですけど、はいはいはい、ちょっとミルキーな、ね、香りだったんだね。で、私は柑橘系が好きだって言ってたから、そうですね、自分甘いやつだなって思いながらだとなかなかこう手に取らない匂いだなっていうのは確かにあったんですけど、はいはい、実際でも使ってみたらそんな気にならないですし、寝る前にあのお風呂上がった後につけて、次の日の朝はありがたいことに調子いいですね。へえ、そうなんだ、はい、やっぱり女子力上がるんだ、なんか女子あ上がったって言うんですかね、わかんないですけど、でも、はい、あの綺麗な髪質だ、今日なんかすごく使用させていただいております。なんか肌ツヤも綺麗だよ今日は。ありがとうございます、はい、はいはい、ああ、ありがとうございます、はい、まあ調子がいいって嬉しいですよね、やっぱり、ね、そうですね、はい、まあ、こういうの今日はですね、はい、そうですね、 YouTube の出演が非常に増えまして、うん、はいはい、まあ、自分では配信はしてないんだけども、まあ、出てくださいみたいので、うん、まあ、あのこんな、まずはですね、長州小力とパチンコ動画の出演がありました、うん、まあ、こんな感じでね、まあ、マスクをしながらだったんですけども、お客さんがこう、はい、店員が店僕がお休みの時、はいはい、埼玉県グランドオータ新座駅前店というところでね、で新座って言ったら小猪木の埼玉県、まあ、小猪木の志木市出身ということで、隣なのでもうほぼ地元も当然というところで、なんかウキウキな気分でね、はい、あのこの動画をロケできました。で、まあ、撮影をして、はい、まあ、あの本当にもうだだああだこうだ、もう2人で喋りながらパチンコやってるダラダラした
番組なんですけども、まあいろんな内容も企画もあったりとかして、はい、楽しんできましたね。次の写真はお願いします。まあこんな2人で撮ってきましたけども。はあ、これ髪ボサボサ、そうそう。パーマをかける企画があって、はい、なんかこんなになっちゃってるそうです、今。なんか、あの、パーマかけたらどうなるみたいな、ね、はい。はい、なんか、本人はアンドレ・ザ・ジャイアントみたいになっちゃったみたいな言ってましたけどね。はい、で、次はですね、G たかし、これがまた猪木芸人の仲間なんですけども、まあ今猪木さんがちょっと元気ないじゃないですかというので、うん、何なんかこう猪木さんに元気をっていうよりもなんかこう我々なりのなんかメッセージを発したいから、トンネルズの皆さんのおかげでした、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権で、うん、我々共演したんですね。その時のネタをリバイバルしませんかっていうので、僕は YouTube 番組持ってるんで、小猪木さんゲスト出てくださいっていうので、ジータたかしと一緒に、まあこんな感じで、リングでね、やってきたんですけど、次の写真どうぞ。はい、こんなんで、撮影、まあこれ上からのカメラなんですけども、ジータたかしのこれも、ネタと企画というね、なんか、番組名でチャンネルやってるそうなんで、こちらもまあ見てもらえればという、また細かすぎての伝わらないモノマネが見れるということでね、ぜひよろしくお願いします。で、ベストボディジャパンプロレスも出場してきました。でこの間の相手は、米山香里赤い先組対、アントニオ猪木中村チンスケっていうタッグマッチだったんですけども、赤い先ちゃん、なんとですね、はい、赤い秀勝さんの娘さんなんですよ。はい、写真移動しませんけども、はい、あ、これですね、あの長身の女の子の方が、赤い先ちゃん、赤い秀勝さんの娘さんで、米山香里ちゃんっていうのがこれは、今ピュア J の、無差別級女子チャンピオンというチームで、うん、で西口プロレスという試合だったんですけど、まあ、さきちゃんが、まあ、背が高い、まあ、この子ね、映画祭の時に実は会っててプロレスラーになる前に、だからなんかすごいそれが13年前、すごい感慨深いものがあって、で米ちゃんももうその頃同じ頃に会ってて、やっぱりこう知り合ってから長くにわたってリングでまさかの対決っていうのがね、次お願いします。はい、身長がこんな174センチ、もう手四つが手に届かない、次お願いします。で、高く組んだら低く来いということで、猪木あり状態で、あの赤井秀勝さん元ボクサーだから、まあもうそういう意味では深いこのレスラー対、ね、ボクサーの娘の猪木あり状態というね感じですかね。はい、どうぞ。はい、まあこれ米山ちゃんっていうね、あのチャンピオンとの攻防もあり、はい、次お願いします。まあ、赤い咲ちゃん、これちょっとあの上やってもらえる、このワイプをできるかな、せっかくの表情がね、赤い咲ちゃんの長い足、もうこれまた先やってんだけど、小猪木の身長と変わんねえじゃねえかというね、はあ、はあ、まあそのスタイルがいいというかね、元モデルさんというか、あのそういうね、あのタレント活動もしてた子だからね。はい、じゃあ次お願いします。まあ庄司は中村慎介はやられてしまったんですけども、まあ、あの、まあ、女子プロレスラーということでね、向こうが勝ちました。で、続きまして、西口プロレスです。はい。まあ、西口プロレスが連日、次が、何ベストボディの翌日になったのかな、これ。はい。で、こんな若い、この30代の2人かなと対戦してきて、まあ、体力では負けてたまるかというので、次お願いします。もう、ポンポン行っちゃってください。はい。もう、若い選手と戦って、はい。もうこれは蝶野正弘さんのモノマネするガノ正弘って言うんですけども、彼がね、同じ去年の夏にコロナに今頃ね、去年の今頃感染して、ガノ正弘コロナ感染っていうのがみんな勘違いして、ガノと蝶野が漢字に似てるから、蝶野さんコロナ感染大丈夫っつって、こいつ今度なんだ負けらわしいってすごい、お前の何ですか、炎上しちゃったんですよ、こいつのツイッターとかブログがね。はい、でまあこんな賑やかして、はい、見えないヌンチャクって、あの、当たってないけど、こう、思いっきりやられるというギャグも、技もありつつ。はい。まあ、最後は、シャイニング喧嘩キックで、うん、ザ・シローとカビキッツんですけど、やられてる方がね。はい。もう、偽物同士が対決して、まあ、試合が終わったというね。はい。次、はい。まあ、こういうのも大暴れっていうね、そんな試合でしたね。はい、次お願いします。で、終わってか。で、もう、最終的にみんな若者たちがさっきみたいに、もう、バテバテ。というね。まあ、これが、メンタルトレーニングとプロレスという企画で、要するに、メンタルトレーナーのあの先生いるじゃないですか。あの先生がメンタルトレーナーなんですけども、やっぱり、メンタルっていうのはフィジカルと繋がってるから、プロレスラーの皆さんと、こうコラボレーションして、メンタルトレーニングの講座をやりましょうという、そんな、でしたね。はい、次お願いします。
まあ、こうやって一人ハグこういうのもすごい自分にとって癒しになりますよ、うん、であと深呼吸したりとか、うん、いろいろとこう心のトレーニングメンタルもいわゆる筋トレと同様、できますよという、うん、もうそういうの好きだよね、うん、きっとね話聞くね、まあ、そういう講座があってでプロレスも盛り上げてきてはい来ましたね。まあこれが、その女の子がちょっとプロレスが好きな女の子なんでさっきの先生が覆面をねこの記念に作って、うん、まあショーをやったというので左が高道之さん、うん、で右が大山俊吾はい金髪の方が高道之さんで丸顔の方が大山元格闘家の大山俊吾というねもうそうそうたるゲストのメンバーが鈴木みのるさんもなんとサプライズで出てきたというねそんな大会でしたね。はいはいはい以上です。はい、まあそんなこんなで、はい、あっという間でしたけどもね、はい、ちょっと押してるんで音楽いっちゃいましょう。はい、はい、DD サウンドで One Two Three Four Give Me Some More です。もう突然の紹介だけどもどうぞ。DD サウンドの One Two Three Four Give Me Some More でした。もう
ハーモニカがねこう入ってるっていうのがなんかちょっとインパクトがあって、この曲をリクエストしましたね。はい、じゃあトークコーナーその3行きたいと思います。はい、ありがとうございます。ね、先週もっと知る台東区、この鳥小屋ズリエフ台東区、上の浅草などにあるので、なんかこう観光名所がいっぱいあるということでね、あの先週は浅草橋から蔵前行って、で浅草の町まで来たんだよね。はい、だから今週はその続き、はい、浅草からちょっとどこに行こうかなって感じですけども、はい、じゃあ写真お願いします。これじゃないよ、早いよ、舞台のやつね。まあまあだって、まあまあさ、ごめんなさいっていう指示ありましたけどね。はい、まあ浅草といったらやっぱりお笑いの街でもあるので、うんうん、こういう時はこの舞台の方でも、はい、活躍させてもらってますね。だから東洋館だったりとか、うん、浅草祭り湯だったりのね、大広間などなどで、出演させてもらってます。まあ今写真出ないんですけども、そこでお笑いプロレスだったり、お笑いライブだったり、うん、あとはトークショーだったり、はい、あとはね、あ、これですね、これはお笑いプロレスですね。ゾンビマンズ対ね、こうアントニオ猪木みたいな、でこうゾンビに噛みつかれたらお客さんもゾンビになるみたいな、うん、あれなんだけども、なんか結構これが子供たちがキャッキャ喜んでくれる感じですね。うん、はい、どんどん行ってください。はい、で次に、まあまあ浅草ならではの餅つき大会で、それと、はい、大変だねこれね。まあゴムパッチンがあったりとかね、こうゴムパッチンって言ったらほらユートピアさんのね、ギャグがね、やっぱりお笑いですからね、こういうのもちょっと乗っかってみたりとか。はい、でこれが東洋館でのお笑いライブです。まあ基本的にはこういうのお笑いプロレスもお笑い、ライブも基本的にこういうスタイルなんでね、なんかプロレスなんだかどっちか分かんないんですけども、一応これはものお笑いライブということでね。はい、じゃあ次お願いします。写真がちっちゃいんでね、これトークショーです。なんと藤原組長と前田明さんのトークショーの司会も浅草でやらさせてもらいました。はい、次、ごめんなさいね、写真ちっちゃい。これね、忍者、浅草忍者隊っていう人たちがアントニオ猪木に挑戦してきて、うん、忍者と戦ったらどうなるかっていうね、うん、そういうちょっと、うん、ステージをやったんですけども、はい、面白かったですねこれもね。分身の呪術でやってんだけど、レフリーには見えてないっていうね設定でさあ誰が本物なんだって、もう全然衣装がバラバラだから分かんだろみたいな、そういうツッコミどころもあり。はい、次お願いします。はい、こんな感じでね、ドタバタ明けましておめでとうみたいな、やっぱり浅草はね、この心身お笑いの街なんで、はい、こうやって賑やかにやっております。はい、次、あ、これもさ、くのいちだね、これはね、くのいちとの対戦ですね、さっきの忍者の。はい、次お願いします。はい、これ、まあ、いきなり写真変わりましたけども、これステーキで、はい、覚えてますか、ハンバーグだね、はい、これね、ハンバーグ、はい、これみんなで一緒に、はい、行かせてね、行きましたね、少人数だったけどね。はい、はい、次はステーキ、これミスターデンジャーって浅草店、松永、元プロレスラーの松永光弘さんかな、がお店出してます。はい、じゃあ次、あ、これステーキね、こっちの方が名物ですね、はい、これあやか食べたんですよね、はい、こういう時ハンバーグ食べました。はい、次、これが浅草のロックにある、石井の甘栗っていう美味しいクリアさんです。すごく剥きやすくておすすめですね。はい、次、これが鯉の木行きつけの、浅草祭り林のお好み焼きですね。もう一個は麺が入ってますけどね。はい、次お願いします。とこれがもんじゃ焼き、もう絶対浅草に来たらもんじゃ食べてほしいですね。はい、次、はい、これが出来上がりということで、もう手が出るわこの写真見てると。はい、次お願いします。これは、浅草 MJ というね、はい、テイク2の東隆弘さんのお店ですね。店員がみんな芸人というね、そういう、これが餃子の入ったもんじゃんです。もう抜群に美味しいですね。餃子ももうダイナミックでしょこれ。今日は餃子もキャベツもね。はい、次お願いします。これが八つ目うなぎの有名な、はい、とこです。これも一回、はい、入りました。結構ね、浅草のこういう入ってるお店、高いところもあったりとか、安いところももちろんあるんですけども、そういうのも楽しいですね。ホッピー通りの写真がなかったかな。はい、じゃあ次お願いします。で、これが、隣のカフェ、喫茶店で、スカイツリーパフェって言うんですよ、これ、はい、通称。もう結構大きいパフェでね、これ一人じゃもう大人になったら食べきれないかもしれないな。はいはいはい、じゃあ次お願いします。はい、これが、浅草の大鳥神社、はい、もうこの間もここ行ってきて、鳥の市発祥の地なんですよ、うん、はい、ここで、まあ賑やかに、
何ですか、このシャシャシャンシャシャシャンってやってるんですけども、うん、まあここが発祥だったんだっていうのでね、まあこういう時はその鳥の市はここのは行ったことないんですけども、鳥の市の前日か前々日ぐらいにこれ写真とか撮った写真だったかな、だから賑わうもう直前でしたね。はい、で次がこれなんだ、西の寺っていうあの鳥の市のその近くの神社お寺ですね、これはね。はい、では次お願いします。いくかな、行かないあれおしまい、あおしまいになっちゃった、あらあらあら残念。まあおしまいってことで、はい、次の写真がね吉原神社とかいろいろ紹介したかったんですよ。でさっきの涙橋はどう、行ける、あ涙橋行ける、はい、なじゃあ山陰方面行きましょう、そのまま、北上してきます、台東区を、浅草から大鳥神社、そのまま北上して、涙橋といえば何か思いつかぶ浮かびますかって聞きたいところですけども、あやかわかんないだろうね、わかんないです、はい、明日の城で有名な、なんつうんだろう、この、はい、ここが涙橋なんですよ。ただアニメと同じような橋川はありませんでした、はい、大通り沿いにあって、はい、はい、で次お願いします。まあでも交差点、このバス停もあるんですよね、涙橋という交差点と、バス停があって、これも一応ギリ台東区、隣が何区だ、荒川くんなのかな、ちょっと先、はい、次お願いします。あれ上野動物園行っちゃったね、次が写真ないんだけど、まあいいや、山谷のドヤ街と言われる、はい、ドヤ街って放送上いいのかな、これ行っちゃいけないか、なんつうんだろう、ドヤ街ごめんなさい行っちゃいけないと思います、大変失礼しました、なんつうのそういう町の、だったんですよね、山谷っていうところがね、そういうところの町並みの写真を撮ってたんですけども、はい、それがちょっと写真がないということ で、あといろは会という商店街も写真撮ってきましたけども今写せない、であとはもうこれももったいないな、明日のジョーの銅像が立ってたんですよ、はいはいはい、これも写真で見せたかったんだけども、まあ明日のジョーの写真、なんとね、ジョーの髪型ってこうじゃん、はい、絶対横なんですよ、はい、いける、明日のジョー、あ来た来た来た、これがいわゆるその山谷のいろは会の商店街にいます、明日のジョー、あの矢吹ジョーですね、でこれ次お願いします。はい、まあ横から見るとこんな感じで、逆方向から見るとこんな顔しますね、でこれ銅像ですから正面気になるでしょ、正面こんな顔しました、じゃんどうですかこの髪の毛、はい、まあ明日のジョーなかなか正面から見ることができませんけども、銅像なので、はい、こんな感じでしたね。はい、じゃあ次、あおしまい、さっき出てきたよ、あのパンダさん、一丁かパンダさんも上野で、今度上野だね、行けるかな、なんか気になるなんかありました、もう明日のジョーとかもうこれはもう男心にしか分かんないかも分かんないけど、そうです、ね、あとはもう時代かな、あ来た来た来たパンダさん、ごめんね、そうですねしか言えない、はい、これは上野動物園まで来ましたね、はい、これもういつのパンダか分かんないんですけども、はい、まあでもおそらく5年ぐらい以内のパンダだと思うんで、はい、パンダの写真が撮れました、なかなか行列で撮れないんですよパンダも、はい、もう人が密集しててね、まあ今の時期どうでしょうねコロナで、うん、まあ今赤ちゃんが話題だからもしかしたら満員かも分かんない、はい次お願いします。あパンダさんかこれも、はい、笹食べてますね、これキバタン、この子すごい懐っこいんですよ、でここまで目の前まで来てくれて、はいはい、遊んでたんですけど、今もう、子犬が遊んでばっかりだから、触れなくなっちゃいましたね。塀が高くなっちゃってね。すごい懐くんですよ。すごい可愛い子で。はい、次お願いします。これが、知ってます？飛ばない鳥。飛ばない鳥。アフリカでもうじーっとしてるんですよ。動かない、ね。動かない。飛ばない。で、魚が目の前に来たら、パッて、くちばしをこう、下ろして食べるんですけども、ほとんど動かないというね。これハシビロコウという鳥で、はい、すごい可愛いんですよこれ。こういうの鳥大好きなんで、はい、じゃあ次お願いします。可愛いでしょ？そうでもない？これはまあベタにトラですよね。トラも元気でうろうろしました。はいはい。で一応ですね、アニメタイガーマスクも確か上野動物園のトラを見て、僕は隣になるんだーって
ちびっこハウスから抜け出すというね。うーん、確か上野動物園だったかな、これも思い。はい、じゃあ次お願いします。はい、これなんだかわかりますか。なん、ゴリラです。ゴリラが布団をかぶって寝てました。だからわかんないよね、言われないとね。ゴリラです、一応。はい、まあ、そんな一面も人間っぽいでしょ、なんかね。じゃあ次お願いします。まあ、これもゾウですね、ゾウ、ベタに。多分ね、コイノキのその古いブログからだから、写真がね、いちいち全部ちっちゃいんだよね、きっとね。すいません、本当に。まあ、ゾウも、あの、ゾウって、超音波出すの知ってた？ボンって。超音波を出すんだって。仲間うちで。仲間とかで、そうそうそう。あと、イルカとかクジラにも持ってるらしくて。ああ、それはなんか。そう、ゾウも、だからクジラとかゾウって同じ仲間らしい。なんか。哺乳類の中でも。はい、次お願いします。はい、これがサイですね。はい、サイが一番強いんじゃないかとも言われてますよね。なんか百獣のライオンかもしれないんですけども、なんかサイは襲わないとかいろいろある中で、で西口プロレスのロゴがサイなんですよ。うん、でその時もじゃあ動物で強いのなんだろう。ライオンだったら新日本プロレスがやっちゃってるから、それをパロディにするんだったらなんだろうねっつってサイにしましたね、うちらはね。でもうちら最強を目指してないんですよね。まあでもある意味最強のお笑いっていう意味では、うん、まあ。採用、はい、採用したのか、まあ、ダジャレみたいになってる。はい、次お願いします。まあ、これもキリンですね。特にどうってことないって言ったらあれですけども、はい、キリン、まあまあなんとなんとかいますよっていうあれかな。うん、で次がこれがわかりますか。ヘビ食いワシです。うん、はい、ヘビをくっついて食べるワシなんですよ。ヘビを食べる、ヘビ食いワシっていう名前です。でこれよく見てください。なんか何これ、なんつうの、スパッツみたいな、レギンス、エリンギ、エリンギじゃなくてなんだ、レギンス、レギンスか、レギンス、レギンス、レギンス、レか、レギンスみたいなの履いてるっぽいでしょ。チーンだって受けるってスタッフが受けてます、ね、あとなんかほら足がヒールっぽいでしょ。あとでなんかほら、はい、体のモコモコとかなんかほら、はい、あ、なんかファーのファーコートを着てるみたい。あとでこうおしゃれをいっぱいして、はい、あとこうなんかアイシャドウっていうかチークっていうか赤いメイクして、はい、後ろもこうなんかいっぱいなんかこうなんかお正月に振り袖着てるような感じ、はい、また違うか、レギンス、レギンス着てるから、エリンギとレギンスなんか間違いない。レギンスか、レだからその辺がややこしいんだけど、はい、はい、まあちょっとこれ女性的だなっていう。で歩き方もズン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 って、そうモデルウォークなんですよ。そういうところもぜひ。でこういうのに気づいたのもうちのママがモデルやってるからなのかもわかんないですね。なんか、あ、モデルさんっぽいっていう、なんか、はい、でもヘビ食いワシ。凶暴な、だから、女性なのかな、やっぱり。実は凶暴みたいな。もう、カン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 つついて。はい、まあ、でも、本当にそういうところも見ると楽しいっていうね。はい、次お願いします。これ、オオサンショウウオ。オオサンショウウオってなかなか見ないでしょ、これ。特別天然記念物なんですよ。それが上野動物園で見れるというね。はい、次お願いします。これ猿山ですね。はい、まあ、これもベタに可愛い猿山ですけど、猿見えないのこれじゃね。まあ一応いるね、何匹かね、上の方にね、この岩のね、見えるかな。あ、そう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 、この辺にね猿いますね。はい、じゃあ次お願いします。そろそろ終わりかな、これでね。はい、あ、桜も見しようか、上野公園っつったら。はい、桜まで行こう。あ、もうちょっと、クジラまで行こう。あ、いや、もうちょっと行っちゃおう、行っちゃおう、もうちょっとお願いします、写真。行きます。行ける？猿山の次。時間？なんかだんだんラフになってきてるね。どう？面白い？台東区。あ、行ける。はい、行きます。はい。押してきちゃおうよ。あ、桜ですね。はい、桜。これはもう上野公園のモコモコの桜なので、これもぜひ太陽バックに撮りましたね。相手は次お願いします。で、上野駅、次は。はい、上野駅では子供が大好きな電車カードももらえるっていうのでね、うん、こんなおしゃれな可愛らしい、ただの電車じゃない、こういうのをパンダさんが乗ってるとか、なんか新幹線だったりとか、そういうのが乗ってるっていうのでね、ぜひあのお子さんいる方は連れて、こういうね、上野駅、はい、新しくなりましたね、これ上野公園、改札も綺麗になって。はい、次、これも上野公園ですね。はい、で、あと上野公園の外れの方に、クジラがいます、なんと。クジラ、はい、これ最後にしようかな。はい、です。まあこんな、上のまでたどり着いたね。はい、で続きはまた今度はそうだな、御徒町、湯島、
そうですね、そっちの、ってます。なんだ、お散歩の方ですね、はい、これ、谷中とかあっちか、はい、はい、などなど紹介したいと思いますので、楽しかった、はい、一緒に、ね、見られてる方もお散歩してる気分になる、ね、あ、なるよね、ちょっとこういうの もうスピードであれだったけども、はい、はい、あ、はいはい、すごく蘇ってきましたね、はい、またじゃあぜひ紹介させてください、はい、今度さ、彩香の行った台東区も、ね、見てみたいな、違う視点でね、そうだね、あ、女性の目かもしれないし、で明日のジョーとか出てこないもんだって、そうですね、はい、じゃあ音楽紹介したいと思います、はい、ドナサマーでオンダレディオ、やっぱりラジオの曲ということでこの曲は最後に進めたかったなということで、はい、ディスコソング最後の曲です、はい、どうぞ。ドナサマーのオンダレディオ、はい、お送りしました。
はい、ということでエンディングでーす。はい、はい、じゃあ告知のコーナー行きたいと思います。はい、はい、じゃあありますか、なんか今夜切っちゃっていいかな、どうする。はい、あと、はい、月1昨日から始まりましたね。さっき話したあのキャスター女子っていう、ね、はい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 、ショールームとかニコ生で生放送してるのが、第2週目の火曜日の19時から、ね、はい、しておりますので、まあ、時間合う方はそうですね、月に1回、はい、見ていただけたら嬉しいです。いいね、レギュラー番組またできてね。ありがとうございます。はいはいはい。はい、じゃあ、恋の木の方行きたいと思います。はい、4月24日、ベストボディジャパンプロレス3周年記念大会、はい、東京竹芝ニューピアホールに出演します。はい、写真お願いします。はい。はい、時間ないんで、ポンポン行きます。はい。これじゃないです。これじゃないです。最後の送ったあるかな、はい、局長に送ってあるかな、あ、これ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 。はい。はい、じゃあ次、これに3周年記念大会出場しますので、はい、愛媛プロレスのメンバーと対戦していきます。4月27日、3日後、西口プロレス新宿ベース大会。はい。これも、西口タッグ選手権、王座に挑戦してきます。はい、バイセン高い、バイセン、まあ、挑戦してきます。はい、キットとか、はい、高いに挑戦してきます。はい、じゃあ次、YouTube 告知ですね、次はね。で、マッド、ボクサー、アンダー、これもボンボンいっちゃいますね。はい、サウナマーナー極意、アントニオ・コイノキ、サウナプロジェクト第1弾、セレクトショップマッドという写真があるはずです。これ YouTube の。はい、これ予告編で次お願いします。はい、これに出てます。出てますとか。あと、トウカゲドホラーチャンネル、YouTube、限定系、なんだ、総集編、階段6話、詰め合わせ、事故、なんだ、事故現場、事故現場階段ですね。はい、はい、これにポンポンポンと、はい、写真送ってください。なんか3種類ぐらいあります。はい、それと、そうですね、この辺ですね、に、YouTube 上がってます。ベストボディジャパンプロレスリングサマーツアー2021、全試合フル動画、はい、こちらで、さっきの赤井咲ちゃんと米山香織ちゃんの対戦が、見れます。続きまして、太田チャンネル、特別編長州猪木対、VS 天竜2、インフィニティ、1万円一本勝負、チャレンジ魂第35回。これも、さっき話したやつですね、出てます。はい、で、続きまして、G 高志のネタと企画、W 猪木、自分の試合を見て解説するアントニオ猪木、かっこアクラムペールマン戦っていうので、これも、載ってますので、ぜひチェックしてもらえればと思います。はい。はい、以上となります。はい。はい、ということで、無事終わりましたけども、はい、いかがでしたか、もう、バタバタでしたね、今週。そうですね。今回はちょっといろいろもう、すごいスピード感が情報量が詰め込みすぎたんだけどね、はい、写真とかを駆使しすぎて、はい、まあ1ヶ月あるとこんなにいろんなことがあるっていうことで、はいはい、また楽しんでもらえればと、はいはい、思います。はい、じゃあセクハラチャーシュー力の動画を見て、はい、お別れしたいと思います。それでは、朝から十字固めダーで締めたいと思います。はい、いくぞ、朝から十字固めダー、ありがとうございました。明日健康診断だからあんま食えないんだよな。そうなんだ。はい、サソリね。中性脂肪かな。また肉体改造するかな。似てる？あ、うまいよ。はい、ぶっちゃ固め。おお、まあ、いっか。迷わず並べよ。食べればわかるさ。うまさに夢中。